もう皆さん説明不要。もう昨今の俊石若の活躍ぶりは飛ぶ鳥がもうね落ちまくって大変ですよ、もうほんまに。でもなんかそのすごい印象的やったのが、まだ別に当時からものすごい活躍してたんやけど、まあ今ほどこのなんかこうなんていうのメディアのど真ん中にまだいなかった時に、俊がね、そんなアルフィーで俺も吹いてたんやけど、なんか同じライブ誰かのライブでしてて、俺かな、でも俺じゃなかった、誰かのリーダーライブに俺と俊が一緒にいて、俺の曲をやったりとかしてた、うん、ジャフロっていう曲やったかもしれないけど、コーリーが客席で見てた、うん、結構前の話、これもコーリーと俺のバンドメンバー、うん、まあ音楽パートナーみたいなやつやねんけど、いやもうコーリーがそうなってずっと旬の話をしてたよ、なんか、うん、いやちょっとあいつは何もやと、どないなっとんねんと、どないなっとんねんって英語で言ってたわ。なっとんねん。コーリーが言ってたわ。いや、その、別に、旬のを持ち上げる回ではないんですけど、今回は。持ち上げるしかないんですよ、もう。しょうがない、もうこれは。いやいや。すごいから。いや、でも、コーリーって、あのテキサスのさ、ゴリゴリ、クリス・デイブをはじめ。うん。同級生にジュマイア・ウィリアムズを擁する、もう言っても、ドラムに関しては、むちゃくちゃうるさいの。うん、もう、ちょっとやそっとじゃ、なんかこう、うまいとかいいとか言わない人なのね、あの人。うん、すっげえ。一緒にやったもんね。やります。コットンクラブで。はい、誰もコーリーからのラブコールで、シュンがいいっつって、言ってて、いや、なんか、こんな俺が言うのも偉そうやけど、いや、なんかそういう世界の人を、世界、そのなんか違う国の人が言葉も関係なくプレイだけ見て、そうやって驚愕させるなんてのはなかなかないなと思って、またそれすごい嬉しかったよ、なんか。いや、嬉しいです。コーリーのその分け隔てないそのジャッジメントもすごい好きやし、うん、関係ない。その何人だろうがいいもんはいいっていう、彼のその心広さもやし、彼のそういう、なんていうの、こう、なんやろ、ちょっと真面目すぎんな、これは。やめようか。いいか、やめよう、褒めすぎた。いいですか、ちょっと。いいんじゃないですか。いいよ、ね、いい。そらそうやん。そらええわ。ええことばっかりやんか。いや、でもそう、言ってたなと思って、なんか、それ、うん、そう思わせる瞬も、本当にその、なんていうの、悪い言い方したら化け物というか、言い方やけど、ね、と思って、なんか。いや、嬉しいですね。いや、そうやって、しかも自分が一番信頼してる仲間がね、そうやって、なんかこう、信頼してるっていうのは、すっごい俺も嬉しくなって。うん、だから結構、そっからは帰ってくるたびになんかこう、なんかやろう一緒にっていうふうに、なんかこっちから結構アクション起こしてたような気は、なんか思ってるんですけども、なんか、すっごい思ってます、なんか。ありがとうございます。だから、あれですよ。今日この第1回目のこの回にお呼ばれされて、本当に感謝してます。いえ、もうもともと乾杯。乾杯。えいす。えい。いや。うっす。うっす。これがフライングバンブルビーのウイスキーサワー。ああ、もうこれ酔っ払いますね。酔っ払うわ。ちょっとこう、一発ネタは、日本でジャズやってたら、はいはい、まあ世界で音楽やってたら、一人は一個持っとかないといけない。そうですね。ね。うん、旬も一個あるもんね。僕はよく言うんですけど、はい、ちょっと聞かせてください。まあライブ終わって、はい、みんなこう解散しますよね。解散します。その時の挨拶なんですけど。はい、じゃあ今日も本当に皆さんお疲れ様でした。お疲れ。本当にありがとうございました。あら、お疲れ様でした。じゃあ、ご先に失礼します。お疲れ様です。リチャード・ホナー。これほんまリチャード・ボナファンにはちょっと見せられへんな。まあそうですね、まあ、尊敬してるからいいかなと思う、うんうん、そう、僕もリチャード・ホナじゃねえや、ボナのアルバム結構好きで僕ジャコ好きだったんですよ昔、うん、まあ今でも好きですけど、すげえジャコフリー
ックな時代があって、自分の中で、うんうん。で、その時にリチャード・ボナーを知って、そのリチャード・ボナーの、あの、リーダーアルバムとか、そういう新しいアルバムとかも買ってよく聴いてた。めっちゃ怒られた、キューバで。あ、マジっすか。ボナに。あ、ボナに。ボナに。あ、え、なんて怒られたんですか。ほなメインの、あ、ボナメイン。わざと、わざと、ちゃちゃ。これ、これ、これ、これのせいですよ。あの、いや、なんかそのキューバの曲を彼メインで、インターナショナルジャズで、キューバで。はい。で、俺がその後ろ、サポートで入ってきた時に、トランペットのメロディー入る場所を、まぁ、あ、ちょっとだけリハで間違え、うん、場所をね、めちゃくちゃ怒られた。マジっすか。普通に間違えてんじゃねえよみたいな感じで怒られた。でもぐわー近寄ってきて、キューバでそれは絶対やったみたいな。いや、怖かったですね。厳しい人やなって。なるほど。ほなーって言いたかったけどな。言ってほしかった。いや、言ってわからへんやろ。まず、その大阪弁を教えな、まず。ほなーって。いや、まあ、それいいんですけど。人回り違う。そうですね。そう、あれですよ。2008年に僕が札幌から上京してきて、高校の入学とともにこう東京に来たんですけど。あ、高校はじゃあ東京。そうです。あ、そうか。それも知らん。そうだね。で、まあもうずっとすごいジャズが好きで、うん、まあ、YouTube とかその2008年とか、うん、流行り始めたぐらいだったと思うんですけど、そういうのでこういろんなこうアメリカとかニューヨークのジャズシーンのミュージシャンの情報を一気にこう、うん、ガーッとこう入ってくる時、うん、でその時にまあいろいろこうCD とかも買うわけですよ。タワーレコードとか行って行きますね。たくさんのお小遣い、なんかお小遣いというか仕送りがその時あったんですけど、その高校生の仕送りの半分ぐらいはこう CD に使ってて、でその時に結構そのアメリカへの憧れっていうのはすごく僕の中にあったんですよね。でそのニューヨークとかで今活躍して日本人のミュージシャンっていうのも結構やっぱりこう知りたいと思って、そうそう、でその時に拓也さんの名前は知ってて、でそうしてないのによかった。でもタワレコとかありましたよね。あったかな、うん、ギリかも。でそれで知ってて、で日本にこうライブに来るっていう時に僕は見に行って、うん、それが JG ブラッド。 JG ブラッド、はあ、懐かしいな。で、はい、そっからもう拓也黒田の活動はこうもう何て言うんですか、常に気にするようになってまして、でまあここ最近っていうか数年前ですけど、あのねブルーノットと契約したニュースをまず見て、うわーすげえなと思って、いやー嬉しいな。で、あのこのレール、拓也さんが弾いてくれたレールっていうか、なんそれってそう日本でジャズやライブとかその音楽やってたので、なんていうかアメリカとすごい離れた感じ僕は思ってたんですけど、うん、敷いてくれたレールにこう乗りたいなっていうふうに思ったのがその時か。僕は今日はもう枕が濡れるかも。いやマジで、でもそれって本当にすごいなと思って、でそのサイド面とかその、うん、まあ田辺さんがいつもやってるような人たちとかもう僕もなんか他のアルバムとかでも知ってる名前とかあって、うん、マジかと思って、でそのねブルーノートの最初のやつもネイト・スミスがいたり、うんうん、ね、クリス・バウアーズがいて、うん、うわーと思って、うんうん、でなんかで拓也さんが日本に帰ってきて一緒に演奏する時とかになんかそのなんていうんですか、僕がもうずっと憧れてた、うん、そのアメリカのニューヨークのジャズシーンのなんかそのなんか喜びがあるわけですよ、うん、その実際してやってた拓也さんと僕も一緒に音を出せるっていうのがあって、なんかすごいなんかなんていうんだろうな、うん、もう原動力になってましたね本当に。
嬉しい。そんな夢に思わなかったですね。いやいやいや、でもありがとうございます。本当になんかそのね、そのさっきレールを敷いてくれたって言ったんですけど、うん、まあ、そこにこうね、自分も来たいっていう一心もあって、うん、今結構いろいろな活動を頑張ってやってるんですけど、いやもう今やもう知らぬ者はおらぬ、いやいやいや、おらぬぜよっていう感じですけども、いやいい話、いい話というか、こうやって面と向かって話されると照れるわ。恥ずかしいです。なんかもう恥ずかしいっすけど。さっきもなんかちょっと褒めながら照れたけど、そう、褒められたらもっと照れるわ。もう恩がすごいたくさんあって、あれですよ、ラーメンおごったやつ、まあ、そうですけど、天一、天一食いたい、食いたい天一。